大内宿。大内宿は、福島県南会津郡下郷町を麻台内に、ある、江戸時代における、会津西街道、別称、下野街道の、飯能飯宿の宿場の呼称。明治期の鉄道開通に伴って、宿場としての地位を失ったが、かやぶき屋根の民家が街道沿いに立ち並ぶ、同集落の通称、あるいは観光地名として、現在も受け継がれている。1981年、昭和56年に重要伝統的建造物群、保存地区に選定され、福島県を代表する観光地の一つとなっている。一部に宿泊施設復活。なお、当地の方言である、会津弁で、大内は、おうち、歴史的仮名遣い、おほち、あふちと発音、表記されるため、標準語、共通語の、おうちとの対立がある。南会津の山中にあり、全長約450メートルの王冠の両側に、道に妻を向けた寄せ棟造りの民家が立ち並ぶ。江戸時代には、会津西街道、別称、下野街道の、飯能飯宿の宿場であったが、現在でもその雰囲気をよく残し、田園の中の旧街道沿いに、かやぶき民家の町割が整然と並ぶ。大内宿本陣跡には、下郷町町並展示館がある。民宿や土産物や、蕎麦屋などが多数立ち並ぶ。特に蕎麦に関しては、高遠蕎麦の名で知られており、箸の代わりにネギを用いて、蕎麦を食べる風習がある。奥羽山脈山中の1000メートル級の山々に囲まれた標高658メートル前後にある小規模な盆地の東端にあり、その東側の崖下には小野川、阿賀野川水系、新潟市で日本海に流れ出るが南流している。日本海側気候に属し、夏はフェーン現象で暑くなり、冬は豪雪となる。旧宿場区域と高倉神社周辺の 11.3 ヘクタールが重要伝統的建造物群保存地区として選定されており、同地区及び福島県道131号下郷、会津本郷線との接続道周辺などを除く、他の盆地内の平地は農業振興地域に指定されている。周辺の主な山周辺の峠、江戸時代に会津西街道、別名、下野街道、南武山通りの宿場として、寛永20年、1643年頃に開かれ、盆地内を北北東から南南西に貫く街道に沿って整然とした屋敷割の町並みが形作られた。同街道は、会津藩、若松城、会津若松市、大手町を出ると、福永宿、会津美里町郡玉福永、関山宿、会津美里町郡玉関山を経て山岳地に入り、郡玉峠及び大内峠を越えて大内宿に入った。大内宿からは中山峠を越えて倉谷宿に入り、日光街道、今市宿、栃木県日光市、今市へと至った。若松城から江戸までは61里、5泊6日ほどの旅程であるが、若松から5里の距離にある大内宿には、本陣や脇本陣が設置され、会津藩の参勤交代や買い米の集散地として、重要な駅となった。延宝8年、1680年、江戸幕府が参勤交代の脇街道通行を厳しく取り締まるようになったため、正宝元年、1644年から同年まで、計21回あった大内宿を通る会津藩の参勤交代は途絶え、白河藩、白河城下町経由の白河街道にシフトした。すると、会津西街道は中府土砂、中付土砂と呼ばれる、流通業者が主に使用する街道となったが、3年後の天和3年9月1日、1683年10月20日の日光地震によって、戸板山、現、勝郎山が一部崩壊し、碇宿及び周辺の街道がせき止め湖に水没、50里ダム参照。会津藩は会津西街道の機能不全を回復しようとしたが、代替路として新規開通した会津中街道に物流はシフトしてしまった。40年後の享保8年、1723年9月9日、大雨によって関留湖が決壊すると、会津西街道は復旧したが、すでに定着した代替路や新たな脇街道との間で物流の競争を余儀なくされた。そのため、大内宿は純粋な宿場町ではなく、飯能飯宿の様相であったと考えられている。慶応4年、明治元年、1868年の会津戦争、戊辰戦争で大内村も戦場となったが、宿場は戦火を逃れた。明治4年7月14日、1871年8月29日の廃藩置県で若松県下となったが、1876年、明治9年8月21日に同県が福島県と合併したため、大内村は福島県下になった。なお、1878年、明治11年にイザベラ・ワードが大内宿の美濃屋に宿泊しているが、一行が会津若松方面に向かう際には、会津西街道沿いの大内峠を選択せず、一の峠を越える道を選んでいる。なお当地では、幕末から出稼ぎが始まったようである。1882年、明治15年に福島県令となった三島道常による会津三方道路の工事により、1884年、明治17年には会津西街道が当地の東の小野武を越えた大川、阿賀野川、水系阿賀川の別名沿いに、下界となって、日光街道と改称した。新街道から外れた大内宿では、1886年、明治19年に宿場内の旧街道中央を流れていた用水路を2つに分けて両側に移し、街道の道幅を広げたりしたものの、賑わいは次第に失われていった。1889年、明治22年4月1日、町村制施行に伴って、大内村は周辺の村と合併し、奈良原村となった。日本鉄道、現 JR 東北本線と接続する、岩越鉄道、現 JR 磐越西線が1899年、明治32年に、松駅、現会津若松駅まで開通すると、会津と関東との間の物流は南会津を通らなくなり、さらに1927年、昭和2年より大川沿いに順次、延伸開業していった会津線によって、大内宿の宿駅としての地位は完全に失われた。1946年、昭和21年11月20日、奈良原村は町制施行して奈良原町となるが、この年に当地にも電気が引かれ、ランプから伝統での生活に変化した。1955年、昭和30年4月1日には、奈良原町、朝日、田村、江川村が合併して、下郷町が成立。日本で高度経済成長が始まると、当地にも昭和30年代半ばには、テレビや耕運機を手に入れる世帯が見られ、昭和40年代になると簡易水道が引かれて、近代化の波が押し寄せ始めた。昭和40年代初頭から外部の研究者らが当地の生活調査や建築物調査などで盛んに来訪するようになると、当地の旧宿場の街並みが再評価され、またその街並みは住民の生活習慣や互助組織、結構に支えられていることが判明した。その一方、当地は近代化から取り残されて、昔のままの生活が営まれているとも評価され、外部の研究者らが街並みの保存活動を始めた。1969年、昭和44年6月26日の朝日新聞記事で当地が紹介されたことに端を発し、連日のようにマスメディア、研究者、観光客が当地に詰めかけ、1970年、昭和45年放送の NHK 大河ドラマ、の木は残ったのロケーション撮影も行われて注目を浴び、同年外部の研究者らが下郷町や文化庁に旧宿場の保存を訴えた。この時一部のマスメディアが超高層ビルも立ち始めた。都市部と比較して当地が貧乏であるから、かやぶき屋根の家に住んでいる等と報道したため、住民はかやぶき屋根の家に住むのをためらうようになり、住民による保存活動は盛り上がらなかった。当地の近くで1971年、昭和46年より大川ダム、1974年、昭和49年より、大内ダムの建設が始まると、住民は、ダムの保証金や建設工事の従業収入を得た。また、農業などの第一次産業中心の生活から、通勤して、第二次産業、第三次産業で、現金収入を得る暮らしへと転換するようになった。1975年、昭和50年の文化財保護法改正によって、重要伝統的建造物群保存地区制度が導入されたため、福島県は大内地区に保存地区選定申請を打診したものの、住民は生活の近代化を望んで拒否し、旧街道は舗装され、新たに得た収入をもとに、かやぶき屋根をトタン屋根に吹き替えたり、台所、風呂、トイレの近代化をしたり、家屋の増改築をしたりするようになった。1970年代の2度のオイルショックを経て、日本は安定成長期に入り、一億総中流が定着した。1980年、昭和55年7月12日、下郷町伝統的建造物群保存地区保存条例が制定。同条例に基づき決定された伝統的建造物群保存地区は1981年、昭和56年4月18日、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。旧宿場としては、長野県の妻籠宿及び、奈良井宿に続いて、全国で3番目の選定である。同年5月14日には、下郷町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則も制定された。同年9月、大内地区保存会が設立されて住民による町並み保存活動が始まり、大内地区を守る住民憲章も制定された。1984年、昭和59年9月5日には、旧本陣を復元した建物に、下郷町町並展示館、大内宿町並展示館が開館した。積雪期に観光客が減少する対策として、1986年、昭和61年より2月に、大内宿雪まつりを開催するようになった。大内宿最寄りの会津線、湯野上温泉駅が、国鉄分割民営化に伴って1987年、昭和62年4月1日に、日本国有鉄道から日本旅客鉄道に、さらに同年7月16日に、会津鉄道、第三セクター鉄道に承継されたが、この時同駅舎もかやぶき屋根に建て替えられ、同年12月19日に完成した。並行して、1982年、昭和57年から1988年、昭和63年にかけて、旧宿場に沿って道路の新設が行われ、1989年、平成元年から翌年にかけて、電柱、電話柱、テレビ共同受信柱、地区有線放送を新設道路に移設し、裏配線により、旧街道の無電柱化を実現した。その後、旧街道のアスファルト舗装を撤去して、土の道を復元したり、観光駐車場を新設したりして、環境整備をした。すると1992年、平成4年、第1回、美しい日本の村景観コンテストの文化部門で、農林水産大臣賞を受賞した。1996年、平成8年には、大内宿の自然用水として、日本の音風景100選選定。1998年、平成10年には、大内宿ゆわいの会が結成され、住民によるかやぶき屋根の復元や、吹き替え技術の伝承が開始された。2004年、平成16年には、美しい日本の歩きたくなる道500選。2005年、平成17年には、手作り郷土賞、大賞部門を受賞し、知っていそうで、知らない、日本の文化の発見として、私の旅100選にも選定された。観光客数は、1985年、昭和60年に約2万人であったが、バブル景気が始まると急増し、1990年、平成2年10月12日に、会津鉄道が、野岩鉄道会津鬼怒川線及び、東武鉄道鬼怒川線、日光線井崎線との直通運転を開始すると、翌1991年、平成3年には50万人を突破した。その後は、年間50万人前後で推移していたが、1997年、平成9年に、磐越自動車道が全線開通すると60万人を超えた。2003年、平成15年に、県道下郷会津本郷線合理玉バイパス、大内宿小ラインが開通し、翌2004年、平成16年に大きな観光誘客能力があるとされて、東北地方で注目されていた NTT ドコモ東のオリジナル CM シリーズの娘の決意編において、雪の統治で宮崎あおいが子供たちと雪合戦をするシーンが挿入されると、観光客数は80万人を超えて増加していった。2005年、平成17年の会津デスティネーションキャンペーンにおいて、様々に PR されると、2006年、平成18年には90万人、2007年、平成19年には100万人を突破し、県外からの観光客が 90% を占める、県内有数の観光地となった。観光客の増加に伴い、周辺道路に渋滞が発生するようになったため、2009年、平成21年2月23日に、大内宿周辺地域渋滞対策協議が設立された。2011年、平成23年3月11日、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災が発生した。当地は、福島第一原子力発電所事故を起こした。東京電力福島第一原子力発電所から直線距離で 100km も離れている。1階からの直線距離はおおむね宮城県仙台市や茨城県日立市より遠い。しかし、震災によって会津鉄道では団体観光客のキャンセルが相次ぎ、同年3月11日から翌2012年3月31日まで、予約に対するキャンセル人数は 84.9%、通常の3月からの観光シーズンに増発する列車を取りやめて定期列車のみの運行になり、また通常なら春の観光シーズンで渋滞する観光駐車場の周辺もらがら、観光バスも全く見られなかった会津鉄道が団体観光客のツアー再興を実施できたのは秋の紅葉シーズン以降。観光入り込み客数も2009年度に年間約116万人だったのが、2011年度は約58万人まで半減した。2013年、平成25年、会津地方が舞台の一つである NHK 大河ドラマ、八重の桜の放送の影響で、同年度は年間95万人にまで特異的に増加したが、震災後はおしなべて80万人前後で横ばいから、微増程度が続いている。大内宿の観光入り込み客数の変遷は以下の通り、当地は文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群保存地区として選定されているため、可燃性のかやぶき屋根の民家が密集している状態が維持されているが、その分火災の発生危険度は高い。対策として1991年、平成3年度からに、自動火災報知設備、屋内消火栓、放水銃等が整備されている。また、消防団、婦人消防隊、大内宿火消し組、消防団 OB、下郷町立江川小学校大内、分校少年消防クラブなど、各年齢層などで自主防災組織が結成され、1993年、平成5年4月1日には、下郷町、大内防災会が発足している。これらは平時の消防訓練の他に、子供たちが花火をして良いのは8月15日の年に1回に限るなど、自主的な防災活動を行っている。このような活動が認められ、1999年、平成11年には文化財、大内宿を守る自主防災活動が第4回、防災まちづくり大賞の財団法人消防科学総合センター理事長賞を受賞した。観光シーズンには、福島県道329号湯の上、会津高田線が渋滞し、国道にまで影響が及ぶことがある。会津若松方面からは、大内ダムを経由する福島県道131号、下郷会津本郷線、大内宿小ライン選択した方が混まずに、到達することができる。一般車両及び観光バスなどの駐車場は、大内宿の南東にあり、宿場内への車の乗り入れは規制されている。観光シーズンには、より大内宿に近い有料駐車場で駐車待ちが発生する一方、大内宿から離れている無料臨時駐車場は空いている場合がある。会津バスが大内宿を経由する路線バスを運行しているが1日数本しかなく、観光客には使い勝手が悪い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。